ございます。ラビットラの渡辺です。今日のですねポテトはですね、普通のじゃがいもではなくてですね、こちらの里芋で、フライドポテトではなくフライド里芋を作っていきたいと思います。さあ今からですねこの里芋を洗って剥いていきます。こんな感じでですね、はい、こんな感じでですね、はい、こういう風に仕込んでいきます。今からフライドポテトを揚げるようなやり方で揚げていきたいと思います。フライド里芋、本当にうまくいくんでしょうか、ね、この中にですね、小麦粉と片栗粉、もういつもと変わらないですよ、この感じ。ポテト揚げていきたいと思います。よし、どうなるんでしょうか。さあそれではカラッと揚がるまでしばしお待ちください。さあどうでしょうか、いい感じで揚がってるんじゃないでしょうか。こんな感じですね。さあ実際味ですよ。さあということで、フライド里芋完成いたしました。じゃあ実際にちょっとケチャップつけて食べてみたいと思います。いただきます。全然まずくはないです。全然まずくはないですし、食べれんこともないです。ただわざわざフライドポテトにせんでいいかなっていう、そんな感じですね。このなんていうんですかね、この里芋ならではのこのねっとり感が好きな人は、あのフライド里芋めっちゃ多分いいとは思うんですけども、フライドポテトの感じで食べてしまうとやっぱり違和感を若干感じてしまうというところでございます。はい、これよかったらフライドポテトの代わりになるんちゃうかなというような、そういうポテトですね、ポテトっぽい感じの料理、何でも構いません。ぜひコメントください。ということで本日はフライド里芋でした。ありがとうございました。